目に見えないですけど神は私の中におられ、私と共におられ、そして今このお茶の水の駅におられます。目に見えないけど神はおられるのです。ここに孤独の答えがあります。今日孤独を感じている人、神と出会うことができます。二つ目の鍵、神と出会う鍵は傷や病気です。神はこう語ります。創世記と15-26、私は主であってあなたを癒すものです。神は癒し主、イザヤ書53章にこう書かれています。このイエス・キリストのことが書かれています。キリストは蔑まれ、呪われ、悲しみの人で病を知っていた。そのキリストは私たちの病気を背負った方なんです。傷を背負われた。彼の打たれた傷によって病が癒された。今日皆さんの心の傷、病気、キリストを信じたら神は癒しを与えてくれます。一人のイエス・キリストは肉体を取ってこの地上に来られ、十字架について知りました。キリストは鞭打たれ、十字架にかかって、あなたの全ての病気や苦しみ、痛み全部引き受けて死んでくれました。イエス・キリストの十字架はあなたのものです。綺麗な女の人がイヤリングやネックレスやピアスをして、まあ、時々クロス、十字架のネックレスやピアスを見ることがあります。皆さん、十字架っていうのは死刑の道具ですよ。なんでそんなものをアクセサリーとして飾るんでしょうか。死刑の道具だったらね、電気椅子とかガス室とかね、ギロチンとかもっと違う道具もありますよ。なんで そういうものを飾んないんでしょうね。ギロチンのブローチ、ギロチンのピアス見たことないです。でも十字架のものは見ますね。皆さん、十字架は神の愛の表れです。だからそこに美しさがある。人はそこに惹かれるんではないでしょうか。イエス・キリストの十字架はあなたのためです。今日私たちはゴスペルライブをしたいと思って来たんですけれど